こんにちは、さあやです。今日はよいしょ、重たい。無印での購入品を紹介したいと思います。お母さんがテレビで無印でこの商品が話題になってるっていうのをね見て、無印に行きたい行きたいっていうことで一緒に行ってきたんで紹介していきたいと思います。めっちゃ親切なのが、ここ紙袋二重だし重たいからってここにさ、痛くないようにね持つところしてくれたんですよ。優しい。まず1個目がこちらです。調理スプーンでシリコンになってるものなんですけど、すごく話題になってるみたいで、お母さんがねこれが欲しいって言って一番お目当てで買ってきました。数が少なくて残り2個とかだったかな。右左、炒める混ぜる取り分けるっていうのがもう全部これ1個でねできちゃう、めちゃくちゃ万能なアイテムみたいでね、すごく人気みたいです。1個目が無印の調理スプーンです。これもね無印のその話題になってるっていうので買ってみたんですけど、じゃじゃん、バターチキンカレーです。なんか無印でこのカレーがすっごく人気みたいで、で中でもこのバターチキンカレーが一番人気みたいなんですよ。私無印っていっぱい食べ物置いてあるけど買ったことなくって食べてみたいなと思ってね買ってきました。辛さレベルが5段階中2段階です。でバターチキンカレー以外にも本当にいろんなカレーの種類があって、これは飴色玉ねぎの野菜カレー、これがね全然辛くないやつ、まあ、ゆうちゃんがもしねこれが辛かったら食べれないかなと思ってこっちにしてみました。夏休み入ったんでね、こういうちょっと簡単に食べれるものがあったらいいなと思ってであとこちらはさっきのはバターチキンカレーなんだけど、こっちはクリーミーバターチキンカレーです。甘いのかなと思ったら辛さレベルは一緒でした。バターの香りを引き出し生クリームで濃厚な味わいに仕上げたクリーミーなカレーって書いてあります。ちなみにこっちはバターオイルを使ってまろやかに仕上げたバターチキン。この2つの味の違いも楽しみですね。見た目の色もなんかかなり違うよね。こっちの方が濃い色をしてますよね。こういうレトルト系で、もう一個がタコライス。私タコライスめちゃくちゃ好きで買ってみました。お昼ご飯に食べます。美味しいかなタコライス。これはねソフトマドレーヌ、前の方に置いてあって美味しそうと思って買っちゃった。これいっぱい入ってるんだよね。7個入ってます。これはねスープです。北海道産の玉ねぎオニオンスープ。玉ねぎをたっぷりと使った甘みと旨味を生かしたスープで、こう夜食にねいいですね。もう一個スープ買ってきて、これがオクラ入りネバネバ野菜です。ネバネバ系って体に良さそうじゃん。そうだから買ってみました。オクラやモロヘイヤなどネバネバ野菜を使った食べ応えのあるスープです。生姜や柚子を加えて風味よく仕上げました。あっさり系というかそういう感じなのかな。続いてがですねこちらです。これがアサイン&ザクロ、何かと割って飲むものなんですけど、私は炭酸水でちょっと割って飲みたいなと思って、ネイルを行ってる時に炭酸水となんかシロップで割ってたものが美味しくって、なんか炭酸水と一緒にこう割って飲むものが欲しいなと思って買ってみたんですけど、アサイン&ザクロと、こっちがですねリンゴ&エルダーフラワーです。で自分で好みでね濃さを調節できるみたいなんですけど、リンゴとエルダーフラワーはすっきりしたような感じで、こっちはね甘みと酸味があるようなタイプみたいです。どっちもノンカフェインみたい。これすごい一番楽しみ、はちみつ練り梅。なんかゆうちゃんがこれはね食べてたのを知って、これゆうちゃんに買ってきました。ラムネと練り梅は無印のお菓子の中で唯一食べたことあるものかも。で練り梅もこれじゃないものもあったんですけど、確かゆうくんは蜂蜜の方が美味しいと言っていた気がしてこっちにしました。私も梅系のお菓子好きなんでちょっともらいます。これはねママが食べたいって言って買いました。フロランタン、クッキー生地にナッツとキャラメルを乗せて焼き上げた一口サイズのお菓子です。フロランタン、お母さんもそうだけど私もキャラメルとかナッツ系が大好きなのでちょっと食べてみたいなと思って。あとねノートも買ったんだ。普通の線の入ったノートを買いました。120円。 あとさっきのジュースを割るのに炭酸水です。以上です。こんだけいっぱいさ出したからさ、1個ぐらいなんか食べてみようかな。カレーはさっきお昼ご飯食べちゃったばっかだから、なんかお菓子あこれにしようかな。多分スプラトゥーンやってると思うんですけど呼んできます。ボタン開いてるよ。美味しそうでしょ。なんか今ね話題になってんだって。バターチキンがね、そう見てたっけ一緒に。でかっ、大きいよね1個が。ふわふわ。いただきます。いただきます。美味しい。うん、なんか柔らかいレモンみたいな味する。本当だ、うん、なんか爽やかなレモン風味って書いてあるからレモンのね風味がするね。ふわふわです。これ食べたい。これ食べたい、うん、あじゃあねこれもゆうちゃんに買ってきたし食べておいで向こうに。いいの、うん、いいよ。
ありがとう。あとこれも飲みたい。それは後で作ったるわ。はい、というわけで今日はですね、無印の購入品を紹介しました。ドレッサーに使ってるクリアケースとか無印なんですけど、あんまり無印でお買い物したことなくって、これおすすめだよとかあったらぜひぜひコメントで教えてください。というわけで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さやでした。バイバーイ。なんかさ、こうやって視力検査の真似した時、昨日のひふみんのしゃべくりのやつ思い出しちゃった。 2.0 全然なかったやつ。